中国で開催されている杭州アジア大会は3日、女子サッカーの準決勝で日本が開催国、中国と対戦。完全アウェーの雰囲気の中、4-3で勝利して決勝進出を決めた。試合後、日本の選手たちが中国の水恵霞監督に向かって一列に並び、深く一礼。この場面が中国メディアに取り上げられ、こういう行動は尊敬に値する。マナー、スポーツ精神の面で、日本は素晴らしい、などと中国ファンからも多数の称賛を得ている。白熱の試合を制した日本。試合後の行動が中国で称賛を浴びた。試合後、中国のベンチ前に並んだ日本の選手たち。対面するように立っていた水恵霞監督の肩に、心身とお辞儀した。水恵霞監督は拍手で勝者を称えている。頭を上げた日本の選手たちは、今度は中国の控えメンバーや監督たちとタッチを交わして移動。友好ムードを感じさせるシーンだった。中国メディア、ジーボーバは、相手への感謝。日本の女子サッカーチームが全員で水恵霞中国チーム監督にお辞儀をして感謝。水恵霞が拍手で応える、との見出しで記事を掲載。アジア大会女子サッカー準決勝で、中国は 3-4 で日本に敗れた。試合の後、日本チームのメンバーが全員揃って中国チームの水恵霞監督にお辞儀をし、お礼の気持ちを伝えた。水恵霞監督はこれに拍手で応えた、などと伝えた。この記事には中国ファンから多数のコメントが集まった。この礼儀は素晴らしい。少なくとも韓国よりはいい。もちろん、水恵霞監督も女子サッカーの名士であって、余裕を持ってこれに応えた、こうしつられると、悪く言うことはできないな、実力があるのに謙虚だと、悪口を言おうにも言えないな、日本のこういう行動は尊敬に値すると思う。なんだか、皮肉だな、やっぱり、スポーツマナー、スポーツ精神の面で、日本は素晴らしいと思う。韓国とは違う、これは、日本のリーグでサッカーをしたことのある先輩に対する礼だと思う。試合の結果に関わらず、でも、確かに皮肉な感じがする。日本サッカーの未来が、すでに私たちの最強の今を打ち負かしたのだ。日本の第一線のチームだったら、この点差で負けても恥ずかしくはないが、U21 に負けたのでは言い訳ができない。実力の差が大きすぎる。日本は好きではないけれど、しかし、日本のいろいろな面は認めざるを得ない。他国の一軍を打ち負かしたんだから、謝らないわけにはいかないだろう。中国サッカーが日韓に勝てるなら、私もお辞儀をしてもいいなぁ。これじゃあ、日本の悪口は言えないなぁ。中国の昔の人が残してきたものを、中国よりも日本や韓国が受け継いでいる。様々な書き込みがあったが、概ね行動を好意的に見る声が多かった。日本は6日の決勝で北朝鮮と対戦する。